舞台に実ったたわわな果実だけど、みんな柔らかだから誰かが守ってあげなくちゃ。99期生台場7、私が守るの、ずっと何度でも。バナナ、オーディション7日目、絆のレビューの開演です。決して誰にも邪魔はさせない、私だけの永遠の舞台。私の再演を変えたのはカレンちゃん、あなただったのね。スターライトは8人で紡ぐ永遠の物語、9人目は存在しない。だったらカレンちゃん、あなたの役は何？あなたは一体何なの？今までのカレンちゃんじゃない、今までの再演じゃない。ひかりちゃんが来て何が変わったの？なぜ変わったの？ひかりちゃんと二人になって何が？私はひかりちゃんと二人でスターライトするの。大嫌いよ、スターライトなんて。仲良くなった相手と離れ離れになる、あんな悲劇。だから私が守ってあげるの、守ってあげなくちゃいけないの。私の再演であなたを倒さなくちゃ、私の再演が途切れちゃう。なんだよバナナ。あ、舞台少女は日々進化中、同じ私たちも同じ舞台もない。どんな舞台も一度きり、その一瞬で燃え尽きるから、愛おしくてかけがえなくて価値があるの。一瞬で燃え上がるから、舞台少女はみんな舞台に立つたびに新しく生まれ変わるの。ダメだよカレンちゃん、みんなでずっとこの再演を演じてなきゃダメ。カレンちゃんダメダメよ。ごめんナナ、私はあの子とひかりちゃんとあの星を摘みに行く。カレンちゃん、どうしてそんなにきらめいてるの？どうしてそんなに眩しいの？つながったの星の絆、いつまでも守るよ。オーディション7日目終了します。